皆さんこんにちは。今回は大阪の天満と堀江の紹介です。ちなみに皆さん、大阪の天満と堀江はご存知でしょうか？天満は多くの居酒屋が立ち並び、安く昼からお酒が飲めるエリアで、堀江は逆におしゃれなカフェやショップが立ち並ぶエリアです。関西以外の方は知らない方も多いと思いますので、この動画を見て実際に足を運んでいただければなと思います。では早速行きましょう。まずは堀江の紹介です。このオレンジストリートというのが堀江のメインストリートになります。場所は地下鉄心斎橋駅から10分ほど歩いたところになります。堀江は道頓堀の北にあるエリアで、全体として落ち着いた雰囲気があり、おしゃれなカフェやセレクトショップが立ち並びます。まずは付近を散策しながらランチを食べに行こうと思います。ランチはハンバーガーを食べに行きました。クラフトバーガーというお店で、おしゃれな雰囲気です。メニューはこのようになっており、レギュラーサイズで1000円から1500円ほど。ご覧のようなハンバーガーで、味も美味しくデートにも良さそうなお店でした。ランチを食べた後はオレンジストリートに戻り、付近を散策していきます。ご覧の通り、飲食店や古着屋、セレクトショップ、雑貨店などが立ち並びます。続いて堀江で人気のジェラート屋さんに行こうと思ったのですが、まさかのお休みでした。写真のようなジェラートが食べられるようです。こちらは丸三角四角というお店。中はそこまで広くありませんが、テイクアウトなどでこだわりのスイーツを楽しむことができます。続いてはこちらのカフェに入ることにしました。ご覧の通り、広々した店内で休日でも入りやすそうです。こちらではコーヒーやカフェラテをいただきました。ちなみに堀江の近くには、大阪のお土産で有名な堂島ロールの本店のサロン・ド・モンシェールがありますので、お土産を買いに行っても良いかもしれませんね。では本日のホテルにチェックインします。クインテスタというホテルです。中はこのようになっており、漫画読み放題というオプションがついているホテルでした。部屋の中はこのような感じです。料金は1人7000円ほどで、そこまで広いわけではありませんでしたが、綺麗な部屋でした。夜は天満で楽しもうと思います。こちらは天満駅降りてすぐのエリアで、少し進んでいくとどんどん居酒屋があります。全体として安くお酒が飲めるお店が多く、立ち飲み屋やイタリアン、和食など様々なお店が立ち並びます。意外と若い女性同士で来ているお客様もいて、社会人若手ぐらいから40代50代60代など、幅広い年齢層のお客様がいる印象でした。そしてこの100円のレモンサワーなど、めちゃくちゃ安かったです。駅を出てそのまま少し進んだ先にある、こちらが裏天満と呼ばれるエリアです。この提灯通りはたくさんの提灯があって、撮影スポットになっていますので、こちらに来たらぜひみんなで写真を撮りたいですね。
最初のお店はこちらのイタリアンにしました。まずはビールで乾杯です。こちらはチチンプイプイという関西の情報番組にも取り上げられたお店のようで、おしゃれな雰囲気で店内も賑わっていました。続いて2軒目はこちらのお店です。お疲れ。こちらは焼き豚やもつ煮込みが有名なお店でして、お酒に合う料理がたくさんありました。はい、3軒目は駅の近くにあるこちらのお店。チェーン店っぽい店内でしたが、お店の前に貼り出してあった通り、生ビール199円、握り寿司が99円と非常に安く海鮮が楽しめる居酒屋です。今回堀江と天満を紹介しましたが、まだまだ僕も知らないお店がたくさんありますので、ぜひ実際に行ってみてください。